おはようございます。今朝は特別私の方からはございません。幹事社のテレビ東京です。はい。サピスタの小泉進次郎議員が農林中継についていらないと発言したので受け止めをお願いします。昨日、農林中金の農業融資に対して部会長からそのような発言があったことは承知をしております。まあ農業融資の低さというのは、一つは農業生産額の減少や高齢化によってその資金需要が減少しているということも一つはあるんだろうというふうに思います。また農林中金が農協や新年で対応しがたい企業向けの大口融資に対応する役割を担ってきたことによる面があるというふうに思っておりますし、また加えて農林中金が農協等の余裕金を効率的に運用してその収益を農協等に還元をするという、機能を狙っているということも現実であると理解をしております。一方で、部会長の発言の趣旨のとおり、農林中金は意欲ある農業者の成長発展を支えるための資金を積極的に供給をしてい、くことが求められております。こうした観点から、先般の農協法改正の際においても付帯決議で農協、新連及び農林中金が担い手等の新しい資金需要に適切に応えるよう農業融資に積極的に取り組むことと、決議をされたところでありまして、一部農林中金もそれに応えるために新しい論などを作って対応してきていただいているというふうには理解をしておりますが、こうした付帯決議も踏まえて農林水産省としても農林中金等の農協系統一金融機関が農業の成長産業化に寄与していただく、そういう方々を支援をする本来の役割もさらに果たしていただくように頑張っていただきたいと考えているところであります。各社からお願いします。日本の雑誌部の岡部ですけれども、はい、ちょっとそれに関連しまして、来週から党の方で骨太 PT の方が始動してですね、その中に生産価格次第の、引き下げというかその在り方を検討するということですけれども、農水省として何か、これに関連してご対応とかあるでしょうか。自民党で昨年の11月に取りまとめました農政新時代においても継続検討事項として人材力の強化、あるいは生産資材価格形成の仕組みの見直しと生産者自身の努力では対応困難な分野の環境を整えるための施策についても検討が行われるということになるんだろうというふうに承知をしておりますので、おそらくそういう議論というのはお始めいただくんだろうと思います。資材価格の引き下げ等で農水省として何か対応とかそういう、我々としては総合的な TPP 関連対策等においてもですね、攻めの農林水産業への転換を図るために継続検討項目として、与党と同じ12項目が掲げられて、おりますので、このために農林水産省としても与党と連携しながら対応していきたいと考えております。がございませんか。よろしいですか。
すみません、日本農業新聞岡部ですけれども、もう一点すみません、違う話で、昨日東京大学の鈴木教授がですね、TPP の影響資産を独自に試算されて発表しまい、されたことでですね、これまでの政府資産とは結構違う数字が出ていまして、まあ、それに対しての受け止めとですね、あと県別資産の話は、県別の資産の話とはどうなったのかというのを、まず県別の資産の話でございますが、各県で簡単におやりいただけるシステムを作りましてですね、それを配布させていただきましたので、各県でおやりいただけるというふうに理解をしております。鈴木、東大の鈴木研究室グループの資産の話でありますが、まあ、これは例えばですね、米についても備蓄の買い入れ数量を増やしても、その後備蓄米が国が主食として販売することになるから米の価格は下がるというふうに前提を掲げておられますけれども、そういうことはないわけでございますので、まず前提が実態と少し違うのではないかというふうに思っております。またリンゴについてもですね、生果果汁に関わらず関税撤廃による価格低下、生産量減少が生じて約3割から4割生産額が減少をするとしておられますけれども、まあ、実際の流通の実態と比べますとですね、ちょっと乖離があるのではないかというふうに思っておりまして、まあ、いずれにしても今後とも各地域に対して合意内容を丁寧に説明をしてですね、政策対抗に基づく万全の措置を講ずるということにより、農林水産業者の不安の払拭というものに努めていかなければならないなというふうに思っております。項目ずっとこう一つ一つ見てみますと、我々のが前提とした資産と前提が違いますので、前提が違えば数字が違ってくることは当然のことだと思いますけれども、少し我々が予測しております将来像とは違うのではないかというふうに思っています。まあ、これは研究室としておやりになることでございますから、そのことについてとやかく申し上げる気持ちは全くありません。